どうもです。つくもやよ。11月3日。今日は文化の日やね。自由と平和を愛し、文化を進めるいうことや。まあ、平和やないと文化いうのは発展せえへんからな。まあまあ、平和なのが一番ええよな。今日の六曜は、仏滅。新しく始めるんは今日、結局なしの法事なんかは吉とも言われてる。十巻は木の上。樹木を表す陽の木。木の芽がまだ土から顔を出さへん状態を示しとる。十二支は立つ。陽の土。草木が和光して伸びていく状態を示しとるんよ。で、この十巻と十二支からお湯御用を読むと、木国土。木の芽が土を締め付ける養分を吸い取るいうことで、仏国。物事が順調にいかへん言うけんや。仏滅で祖国ってな、まあ仏滅はいたものを終わらせるいう意味あるさかいに、まあゆるゆるぼちぼち終わらせる準備していって、ゆったりしといた方がええんちゃうか、いうふうに読めるけんども、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとええ日になるとええね。ほな、またねー。